はいしきん TV のいしきんです、こんばんは。2022年1月25日の動画日記となります。はいえーはいえー、っとね、えーっと、撮っているのは26日の夜です。はい えっとちょっとね、25日はですね、結構ね、いろんな、えー、まあ諸事情でね、えーっと、いろいろね、朝から、えー、夜まで、えー、慣れない、ね、ことを、えー、続きですごくね、あのー、体がね、疲れて、体と脳が、ねえー、っと疲れたんですけども、えー、そのおかげでね、いろいろ、えー、初めての、ねえー、経験だったり、えー、できたのですごく、あのー、勉強に、えー、なりました。はい。 えー、すごくねやっぱり、あのー、普段とはね違うというか、えー、普段ねいつもねルーティーンで過ごしていたら、えーままあ、絶対に出、えー、くわさないようなねそういう出くわすというかお、えー、こ,こらないようなそんなふうな出来事がね、えー、あったのでいろいろね自分で調べたりとか、えー、新しいこと調べたりとかね、えー、いろいろ対応したりとか、えー、大変だったんですけども、あのー、本当にそのおかげで。 また1個ね成長できたかなと思うとありがたいなと思いましたはいでえっとまあその影響もあってですねえっとまあいつもカフェでやってるんですけどもえっとなんだろう自宅で作業ね仕事してましたけどもやっぱりやっぱりね僕の居場所はカフェなんだなということでね実感しましたね本当に家でやってると集中できないと いうことで、まあ、誘惑もねテレビだったり、えーまあ、寝床だったりとかね、えー、シャワーだったりとかね食べ物だったりとか、えー、いろいろねあの誘惑が多いと、えー、いうこともあったしやっぱりそのもう、えー、家と自宅と、えー、カフェはね、えー、とカフェは仕事場で。 作業するところで家はねリラックスしてテレビだったり最近だとネットフリックスとか見たりとかゆっくりご飯を食べてネットフリックス見たりとかそういうねリラックスの場というかねオフの場所として機能というか使っているのでやっぱりそれをそこで朝からね集中して自分の好きな音楽をかけながら歌いながら作業できるのはすごくねいいことだといいんですけども。 えーまあ、変な人もね、えー、カフェ行くとね時々、えー、うるさい人とかね、えー、いて集中できなかったりすることもあるんですけどもそういうことは、ね、家ではないんですけどもやっぱりね家だと集中できないなと、えー、思いましたね、本当に失っていてないんですけども、えー、当たり前のものがね、えー、こうできないといかね、えー、の本当にしんどいなと思いました、はい、そんな感じでカフェはね、えー、本当に僕の居場所だなと。 えー、思いました。はいえー、でそんな、ねえー、居心地のいい、ね、カフェを、ね、作ってくれている、えー、スタッフの皆さんに、ね、本当に、えー、感謝したいなと思います。はいえー、で最後3つ目は、えー、とジャパンタクシーっていうのがあるんですけどもそれが今日ちょっと、あのー、乗りました諸事情で、はい、初めてね、えーま、タクシーの えっと、車種っていうんですかねあ、いっぱいね、調べたら出てきたんですけども、あのー、ジャパンタクシーっていうのがですね、あのー、見たことある方もいると思うんですけども、えー、っと、トヨタかなこれだ、このなんか、かっこいいホームページのあるんですけども、ちょっと見えますかね、すみません。 ここれこの形ちょっとあのー、普通のタクシーってよくね走ってるのってもっとこのぺちゃんってなってると思うんですけども、えー、これがねジャパンタクシーっていうやつらしくてですね、えー、なんかね東京あのオ、ー、リンピックのマークとかねよくつ、ね、けているのを見たことがある、えー、東京の方いるかと思うんですけどもこれに、えー、今日僕は初めてね、えー、乗車というかねタクシーでちょっと家帰るときね、えー、使いましたはいあのこれ本当にあの初めて乗ってタクシーなんてねまあ えー、まあその家とカフェ行ったり来たりするだけなんでいつも、えー、乗らないですよねタクシーなんてねはいで本当にね初めて乗ってですねえー、っとふかふか、えー、まずね椅子が非常にふかふかで、えー、あったかい、えー、っていうのがねびっくりしましたはいでもうねちょうどいいですね本当に えっとまあ、昔ねなんかなんかで、えー、っと普通のジャパンタクシーじゃなくて普通のこうぺったんこねタクシーに乗ったことがあるんですけども、えー、その時のね感触というか、ね、肌触りっていうかなんかその座った時の。えー 座り心地っていうのがね、それと比べたらもう本当に100倍100万倍ぐらいねえっ、ー、と違いましたはい本当にあのくつろぎ空間、えー、とよ,ようこそくつろぎの空間にご案内いたしますと、えー、このホームページに書いてあるんですけどもまさに、えー、その通りで、えー、くつろぎ空間でしたはい本当にもう あの家までねちょっとタクシーで、えー、15分ぐらいかな20分ぐらいかなえー、っとだったんですけどもあのー、本当にえー、っとうとうとしてしまいましたしあのなんかね床段じゃないんですけども、えー、お尻の方かな背中の方かな分かんないけどもあったかいのが、えー、席に、ね、ついててですねすごくぽかぽかして、えー、暑いぐらいだったんですけどもそれもあってえー、っと最高でしたはい映画館の、えー 映画館の座席と比べてみても、えー、正直今回のね、えー、くつろぎ空間、えー、ジャパンタクシーさんの、あのー、座席はね、えー、映画館よりも全然正直、えー、居心地がいいというかね座り心地が良くて、えー、最高でしたはい本当に、えー、全部ね、あのー、全部というか1回このタクシーに乗ってしまうと多分、えー、と普通のぺっちゃんこの、ね、タクシーちょっと車種はわからないんですけどもぺっちゃんこのタクシーにはもうね 乗りたくなくなるでしょうという感じの座り心地で、えー、びっくりしました。本当に感動しました。ありがとうございました。はい。しかもねその運転手さんがえっとまあ、僕の、えー、自宅のね、えー、付近をねえー、っとよくねお客さん乗せて、えー、送り迎えというかねしているということだったんで、えー、もうねあの住所言ったらですね、ま、え、あ、ー、普通だったらなんかあのねあの地図のねやつに 住所に入れて調べてこう道順調べてそれを見ながらね行くと思うんですけどもそのね運転手さんはね、あのー、僕の、えー、とー父よりもちょっと下ぐらいかなという感じで、えー、多分ねえっ、ー、となんか、えー、ちっちゃいお子さんとかがねい,いそうなすごいいい感じ、えー、とー優しそうな、えー、パパなんだろうなっていう勝手に想像したんですけどもそういう感じのメガネのね、えー、おじさんで、えー、彼はねもう全くね 住所僕が言ったら全く一回もね地図開くことなくですね、もうすいすいすいもう呼吸するかのようにね、もう運転して、車を走らせてね、僕のね家の近くのえとこまでねやってきてくれましたんで、そちらもね、感動しました。はいえそんな感じで、本当にジャパンタクシーに初めて乗って、それがね、本当に。 あのホームページに載ってる通りにくつろぎの空間がね、えー、そこにありましたと、えー、それを知れただけでも本当に今日はいろいろ大変だったけども、えー、よかったなと思いましたはいあ本当にねえー、っとはいそんな感じでジャパンタクシーね皆さんぜひ、えー、んか機会があればねえー、っとジャパンタクシーの方をぜひ乗ってみてほしいですそんな感じであのバイバイ